はい。さあ、幸運な方には棒の下に赤い印がついてます。お一人ずつどうぞ。あ、ないわ。残念でした。はい。んそれ。ああ。はい。それじゃいよいよ俺だな。あ、これで残りは当選に決定というわけですね。では行ってまいります。おい、ハヤタ、おい。あれ、あれ、あ、なんだこれ。何もついてない。ちくしょう。一杯食ったようだな。こうして早田隊員はインド支部から1週間の休暇を日本で過ごすためにやってきたパティ隊員のエスコートの権利を得たのである。早田、もうお祈りすることなくなっちゃったわ。あ、パティ、行こう。うん？なんだあれは。おかしいですね。雨上がりでもありませんし、それほど気温も上がっていませんがね。うん。あ、おい！宮の森の土地開発現場付近で山火事発生。直ちに消火活動に入れ。はい。藤君、早田へ連絡。はい。はい、こちら早田。本部から緊急指令。宮の森で事件発生。現場に直行して調査せよ。了解。パティ。とんだ休暇になりました。申し訳ない、パティ。こうなったら諦めが肝心よ。うん。川の水がお湯になってる。
温泉が出たんじゃないの？いや、もう少し調べてみなくてわからんがね。この辺りは火山帯ではないはずだ。上流へ行ってみましょうか。うん。あ、流行った。待って、地震だ。待って、早く。はい。車、キャップ、宮の森の消火活動終了しました。ご苦労。藤君、早田から連絡が入ったか？まだです。ひゃっ、パッとアクション。オッケー。特捜部、こちらへだ。こちらへだ。はい、家督隊本部。早田隊員どうぞ。宮の森開発現場に地震が起こり、それに川の水もお湯のように熱くなってます。なお引き続き鬼山付近を調査します。了解。東京から行ってその入り口にあたる池の沢と、その隣の鬼山付近に、化学工場、そして目下宮の森に民間の住宅が建設されているわけだが、この森林地帯には火山脈があるとは思えんな。原因不明の山火事や地震か。それに温泉が出たようですしね。宇治君、早田に連絡を密にするように指示してくれたまえ。はい。連絡頼む。はい。家督隊本部、こちらパティ。はい、こちら本部。鬼山に山火事が発生しました。キャップ、宮の森と同じ事件が発生してます。パティ、他に変わったことはないか？パティ、ハイジが出ました。直ちに出撃。はい。休暇中なんだ。マジのことあってはいけない。大丈夫、任しといて。Thank you.
者、フィッシャを出すようです。そうか、火の類焼は食い止められた。君たちは一旦本部へ帰りたまえ。キャップ、鬼山から池の沢へ通ずる線を開始する必要があります。よし、パティを頼むぞ。了解。森を焼き払い、開発進む工事場を次々と襲った怪獣ザンボラーは白煙の中へ姿をくらませてしまった。建設のために次々と緑の失われていく現在、ああして森林を消失してしまうのは全く残念だな。まるで追い詰められた怪獣が復讐を始めたようですね。考えてみりゃパティもかわいそうだな。せっかくの休暇が丸つぶれだ。でも、ハヤタさんもインチキくじを作ったバスね。で、嵐、我々の仕事はまだ終わっちゃおらん。一時怪獣が姿を消したというだけなんだからな。あ、キャップ、熱さましを作って一コロにしてやりますよ。藤君、防衛軍に出動を要請してくれたまえ。何としても池の沢で守るんだ。そうでないと東京は火の海になるぞ。はい。こちら家督隊本部、こちら家督隊本部。君はこのまま池の沢を取って東京帰ってください。流行った。僕はここで怪獣を見張ります。池の沢から東京出たら大変ですからね。少しでも早く発見するために僕はここで頑張ります。流行った。応答せよ。はい、富士です。怪獣は池の沢から5キロの地帯に現れました。警戒態勢を引いてください。了解。行かなかったんだ。たとえ休暇中でも私は家督隊員よ。
いよ井出さん特製の熱さましを打ってやろうか。江藤団発射。人間引き際が大事ですから、私は別の方法で協力します。うん、じゃあグッドラック。東京は自然を失うことの代償で世界の都会になったんだ。あの
の怪獣もかわいそうなことをしたよ。我々人間の犠牲者だもんな。私も犠牲者の一人よ。パティ、その代わりこれから数日間の休暇はたっぷりお楽しみください。でも私も日本の名物を3つも見ましたから。え、日本の名物？地震、怪獣、ウルトラマン。